迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れすぎる忍者だけだという。異様な気配に君が振り返ると岩の上には迷いの森の忍者が立っていた。気難しそうな忍者は君たちに勇気はあるかと尋ねた。森を抜ける道は2つある。1つは危険を避ける臆病者の道、そしてもう1つは世にも恐ろしい怪獣に挑む栄光の道だと彼は叫んだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？君たちはその獰猛な怪獣の噂を聞いたことがある。北の王国の多くの騎士がその怪獣に挑み犠牲者となったそう。気をつけろ。気をつけろ。Yes.
It's my turn. Simple. どこかで君たち以外の大勢の声が響いた。
ちは世にも恐ろしい殺人ウサギを退治した。どこからか聞き覚えのある声が響いた。栄光はお前たちのものだ。君たちは黒のタリスマンを手に入れた。古のドラゴンを倒すためにはあと6つのタリスマンが必要だ。
渓谷に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある。この国境の要衝を奪い返すため国王軍の激しい攻撃が続いている。が踏み入ったのは敵軍の台所だ。太ったホブゴブリンの料理人は目を細めながら飯はまだだと君たちを怒鳴りつけた。どうやら腹の減った新兵と勘違いしているようだ。君たちは一芝居打って彼女から情報を引き出してもいいし、気づかれる前に部屋から出てもいい。さて君たちはどちらの道を選ぶ？難攻不落のガーゴイル門に突撃した国王軍は多くの犠牲を出している。君たちは国王軍と共に戦い、その門の突破を試みることにした。
君たちは両軍の砲弾が飛び交う激戦地に足を踏み入れた。この先にあるのが悪名高きガーゴイル門だ。強固な門は大砲でなければ破壊できない。国王軍の大砲を使え。
大砲が狙われている。破壊される前に砲弾を食らわせてやれ。要塞の重要な門を制した君たちを国王軍の兵らは称賛した。要塞奪回まで戦いはまだ続くが、君たちが手伝えるのはここまでだ。広い地下墓地には折り重なった白骨がどこまでも。かつてはこの辺境が栄えていたことを無数に転がる屍だけが物語。暗闇の中から異様な騎士が現れ、騎士はさて、この先は近隣の村から死者の城と呼ばれる城跡へと通じている。昔から村で娘が失踪すると死者の城に招かれたと言って恐れたそうだ。Yes. Simple. Oh my.村娘を助け出した。同行する彼女を守らねばならない。村娘を助け出した。同行する彼女を守らねばならない。
村娘を助け出した。同行する彼女を守らねばならない。村娘を守れ。彼女らに噛まれればヴァンパイアの仲間が増える。選ばれた娘たちが新たな吸血鬼となり、犠牲者を増やしていた。これが最後の吸血鬼であることを祈りながら、君たちは廃墟を後にした。君たちは代々のタリスマンを手に入れた。
古のドラゴンを倒すためにはあと5つのタリスマンが必要だ。Welcome to my shop. What would you like? Which one do you want? Wandering one, how can I help you? May they rest in peace. Welcome to my shop. What would you like?Which one do you want? What would you like?君はどこかでこの特別なルーンを見たことがないだろうか。その場所から幻の大地へと入ることができる。よく覚えて探してほしい。Oh, how can I help you? Which one?古のドラゴンを倒すためにはあと5つのタリスマンが必要だ。You're back.
古のドラゴンを倒すためにはあと5つのタリスマンが必要だ。You're back. Mm. 君は王城での出来事を思い出してみた。ハイドランドは今オーク軍の侵攻に加えて再び持ち上がった王位継承問題をめぐって騒然としていた。隣国にしてもこの木を不意にするつもりはないだろう。王国を守りたいビビアン王女は残された一つの道を選択するしかない。努めて平静を装いながらまだどこかあどけなさの残る彼女が内心は不安におののいているのは誰の目にも明らかだった。彼女の継承を当然とする主級派と隣国のマクネイル大公を推す改革派で議会は割れ、どちらかといえば改革派の勢いが強いように感じられる。ビビアン王女は君の顔を見ると心を許し手を取って微笑んだ。君は何も言えず力強くその手を握り返して彼女を勇気づけるほかなかった。